はい、こんにちは、カズボです。おう、まあ、いきなり進んだんですけどね。敵出てきましたね、始めようと思ったらね。ドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。ね、前回ですね、ここですね、作物、右にミッションあるんですけど、キャベツ収穫とかね。あ、畑壊すし、これ。大ドラキ。うるや。まだいいね。あ、いいか。うわ。これ雨降ると育つとかないから、ヤッホーフルコ。これ地箱だよね。ヤッホーフルコ。土が増えて畑も広がっていい感じじゃん。でも野菜を狙ってか最近やけに魔物が多いよね。私としてはマジ見過ごせないよ、この喋り方がね。だからね、フルコ、今よりももっと強い武器を作って私に装備させてくれない？強い武器はそうだな、シドウ君と一緒に戦いの経験を積めばあんたも刺激を受けてひらめくかもよ。さあさあお願い。石の剣持ってるし。石の剣はね、石があればできるんですよ。石があればできるんですよ。はい、ほい。あ、コンボ返してくれた。ははは、石の杉を装備させてくれたんだ。マジやばい。ありがとう、フルコ。強い武器を作れるようになったら、私はシドウ君みたいな戦える仲間にどんどん装備させてよね。強い装備も作らずに、魔物強すぎ、やってられないとか文句言っちゃダメだからね。そうだね。果たしてばこんな武器なら、破壊活動がはかどるって思っちゃったけど、私は破壊神様を信じるのやめたんだった。破壊神様か。そいつはどんなやつなんだ？名前は何て言うんだ？そんなの知るわけないじゃん。破壊神様の名前を知ってるのなんて、ハーゴン様くらいなんじゃない？マジに。まあ普通だったら指導だけどね。やば、私ってばハーゴン様とか言っちゃった。もうフルコのビルド教の信者なのに。ビルド教なんだ。そういえばハーゴンってどこで何してるのかな。いつか戦ったりなんかしちゃったりして。でもなんか滅んでるって言ったもんね。2の後だよね。まあ行きましょうか。これね、奥になんか黄色い丘だかなんだかあると言ってましたね。もうちょっとでレベル上がるんですよ。上げちゃおうかなと思って。あ、上がった。4人あった。なんか覚えるかな。お？はっはっは、フルコ、魔物を倒してまた強くなれたみたいだな。その点お前は相変わらず頼りないな。こっちが心配になるくらいだぞ。よし、弱地お前でも使えそうな技を俺が考えてやろう。あ、技使えんだ。うん、そうだな。まず持ってるその細っちい武器に思いっきり力を貯めてみろ。溜め打ちか。おお、案外悪くはないな。それじゃあそのまま力を解放するんだ。お、あはは、よかったな、フルコ。技を出せたじゃないか。Y をしばらく押して力を貯める。力が溜まったら Y を離すと技が出る。その技、これからの戦いに活かせよな。よし。回転切り覚えましたね。石の斧。指導装備だ。おー、いいね。石の斧か。作ってきちゃうかな。準備は大事だよね。石の斧。できるよね。できた。お、新しい武器を作ってくれたのか。ははは、悪くないじゃないか。おう。だが、お前が最初にくれた棍棒はそのままもらっておくぜ。俺はこいつが気に入ってるんだ。お前が初めて作ってくれた武器だしな。まあ、とはいえだ。これから強い武器に思いついたらすぐに作って俺に装備させろよな。そうだね。じゃあ、小麦の収穫もあるので、とりあえず行ってみましょう。ん？なんだ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 ？この丘の先に、なんかいるね。あのマークなんだろう。奥か。やあ人間、まさかあんたもあの人間の仲間かい？
この丘を越えた先におかしな人間がいてね、クワを持って一人で暴れていたんだ。仲間じゃないなら近づかない方がいいと思うけど、興味があるなら行ってみな。クワ持ってる。ああ、明らかだね。ああ、なるほど。おお、怒ったら死ぬな、これ。これか。なんかいっぱいあるの。クッククッ、このような場所が残っているとは、私が破壊して差し上げましょう。ん？なんです、あなたたち、気安く声をかけないでいただきたい。なんですって？古い農園の跡地と作物の種を探してる？目の前のこの地こそ農園の跡地。私が今壊そうとしているところです。そして種は持っていますが、あげません。物を破壊し、徳を積むことこそ、私たち、生きている意味。破壊神様、どうか見ていてください。ああ、それにしてもこの場所にカカシが立っていなくてよかった。カカシが土の近くに立っていたら、農民の子孫の私はどうなっていたでしょう。あなた、横にある木の作業台でカカシを作って畑に置くのだけは絶対にやめてくださいよ。やれって言ってんだな、これな。ああ、人間。オイラは腹が減ってもうダメになりそうだ。オイラ小麦の種を持ってんだけど、オイラは種なんか食いたくないよ。なあ、人間頼む。オイラにキャベツ10個くれ。そしたら小麦の種はあんたにやるよ。これか。お、あんたキャベツ10個持ってるじゃないか。さあさあ早くキャベツを10個オイラに送れ。はい。お、ありがとう人間。これでオイラなんとか生きていける。こいつはお約束の種だ。やった。やっぱり人間はいいやつだな。オオネズミ族との盟約を覚えててくれてるんだろ。なんそれ。何、盟約なんて知らないだって？あれ、そういや盟約ってなんだっけ。オイラも忘れちまったぞ。なんだあのマークは。名役。おう。で、ここでカカシを作るんだよね。2個ぐらい作っとくか。こっちにもオネズミいるし。上に宝もあるね、あれね。いや、人間さん、煙となんとか高いところが好きなもの。あなたも高いところが好きでしょ？そんなあなたに私が高いところに登るためのクライミング技術をお教えしましょう。くっつけんだろ、あれ。高いところに登る場面が多々あります。クライミングを覚えて損はありません。ブロックを壁にくっつけて階段を作るか、ジャンプしてブロックの下に積んでいくか、それがクライミングの基本です。さあ、早速やってみましょう。この屋根の上にあるお宝をクライミングで取ってきてください。あ、楽だね、そら。もうこういうことだよね。そうだね、道具袋をすれば取ったって言ったよね。奥。上。お、命の木の実。これって今使っちゃうか。ねえ。やや人間さん。屋根の上に登って命の木の実を手に入れたんですね。これ多分パワー減ってる時使ったら完全になるよね。どうです？ブロックを掴んだクライミングがうまくできましたか？あなたは冒険者のようだ。私がお教えしたクライミングの妙技。これからの冒険に生かしてください。ちなみにあなたが手に入れた命の木の実は食べると体力が上がる不思議な実です。きっとこの世界のいろいろなところに隠されていますから、どうか探してみてくださいね。噂によるととてもレアで見つけにくい場所にあるそうです。手に入れたらとてもラッキーですよ。だね。よし、じゃあカカシを置いてみましょう。ドン。あなたまさかあそこにカカシを置いてしまったのですか？ななな、なんて恐ろしいこと。ぬひー、体が勝手に。おや。耕してくれましたね。はあはあ、やはり恐れていた通り、体が勝手に土を耕してしまいました。お、破壊の神よ、私はものづくりに手を染めました。私は罪人です。どうか罰してください。あ、これで畑の周りを木の柵で囲われでもしたら、畑の奥に刺さっているのが木の柵です。奥から木の柵を運んできて、そこの畑の柵の隙間を埋めるだけは絶対にやめてくださいね。え？奥から？なるほどね。
木のフェンス、木の柵、大事だねこれもね。あ、フェンスあんじゃんここに普通に。うほう、あなた柵で畑を囲んでしまったんですね。なんてひどいこと。うひー、体が一人でに。種植えたいもんねこんなのね。ぜは、体が一人でに柵で囲われた範囲の土を耕してしまいました。うは、あなたがちゃっかり木の柵と木のフェンスを作れるようになってるじゃないですか。その2つで囲うことでどこまでが畑かはっきりします。これでいろいろな形の畑を作れるわけです。おう、破壊の神を。またも私はものづくりに手を染めました。私は悪人です。どうかお裁きを。お裁き。うぬ、畑を耕したいなら一緒に農園を作らないかですって。あなた何を言うのです。ハーゴン教団の熱々な信徒であるこの私を捕まえて。はっはっは、面白い。こいつ連れて帰ってビルダーにしてやろうぜ。嫌でも畑を作らせてやる。頼もしいね、指導少年ね。ついでに、種を持ってるなら黙って出せ。少しでも長生きしたいならな。ひー、では、これをどうぞ。の、小麦の種。よし、これで種集めも十分だな。こいつを連れて農園に帰ろうぜ。ああ、私はヒースと申します。ついていきますから、命ばかりはお助けを。ここ、飛んでこれるんじゃない？ルーラーとかで。ルーラーっていうか、なんか移動みたいなのあるもんね。あ、下、あ、そっか、下を押したらこれ入れられんだ。すげえいいじゃん、これ。何この機能。ワープリストを選ぶ。今いんのが、あそこか。飛んではいけないんだ。まあいいや、拠点行こう。飛んできてくれるよね、勝手にね。まあそうだけど、これって、かかし、ここら辺にも置いたら、おっと、ここら辺にも置いたらなんかなんない？だよね。まあ拡張されますよね。今植えてますけど、何気に小麦できてんですよね。初小麦収穫だな、実ったな。よし。うお、ここが農園ですか。畑、建物、そしてこの木、なんとおぞましい。ものづくりなど神を恐れぬ行為に手を染めるとは、ビルダー名、異端者名。はっ、あなた様、副総督様、ここです。ここに滞在人のビルダーがこやつの企みを破壊してください。クッククちょうどいい。お前もここで畑を作るのだ。腰が砕け散るまで働くがよ。ぬお、なぜです。なぜなのです、副総督様。なぜなのです。いいでしょう、仲間になります。私は誇りある教団員、副総督様の命令には逆らえませんから。ヒースが仲間に加わった、まあ、麦もね。あ、なんか怒ってね、あそこにも麦ね。お、すごいですねって書いてるね。これちょっと回収しとこう。はい、お帰りなさい、古子さん。お野菜の種と新しい仲間を見つけてくれくれたんですね。あの方もこの島の農民の子孫。ああは言っても健康な土の前に立てば、体が勝手に土を耕しちゃうはずですよ。そらそうと、副総督さんの言う通りにしたら、畑が広がり、若木が育ちましたけど、お題が蜜だけというのは簡単すぎではないでしょうか。なんだかそれだけじゃ足りない気が。まだまだ何があるかわかりません。これからの作物作りのためにも、かかしを立てて新しい畑を作りましょう。作ったし。新しく覚えた木の柵と木のフェンスを使えば、変わった形の畑を作れるかもしれませんよ。そうか、そういうことか。じゃあちょっとね、拡張かな。わはは、古子、農園作りもものづくりも順調だな。我が輩たちはもうすっかりものづくりの虜だぞ。それでな、古子、我が輩たちもさらなるものづくりができるように、皆のものづくり力を上げてくれぬか。必要なかけらはお主がビルダーとして活躍することで手に入るであろう。皆の願いを聞きつつ、かけらを集めて金を鳴らしてくれ。
おっと、そうそう、散らばったものづくりのかけらを集めるのに苦労してはおらぬか。武器で金を叩くといいことがあるような気がする。一度試してみればよ。あー、一気に回収できんのか。こういうことやね。こんな場所に連れてこられて無理にものづくりさせられて、ハーゴン教団の私には地獄です。地獄の日々です。さあ、破壊神様、この哀れな子羊をお救いください。え、楽しそうに畑を作っているように見えた。そんなわけがないでしょう。ビルダーさん、そこまでものづくりものづくりをおっしゃるなら、農園らしい倉庫くらい用意したらどうです。小さな部屋に収納箱と積みあら、農具飾り、ロープ、そして巻き材、壺が各1個で倉庫になります。最初ある部屋でいいよね。大きさが小さい部屋に多くのものを配置するのは大変なはず。どうせ安泰なんか作れないでしょう。まあそうだね。これと、ウスフルコさん、キャベツや小麦ができて畑漬け作りもいい調子っすね。ただ俺、最近気がついたことがあるんです。フルコさんはいざ知らず、俺たちはまだ完成した作物をちゃんと食べてないんすよ。農園にある収納箱に食べ物を入れてくれれば、俺たちも好きな時に食えるっす。フルコさんも一生懸命、一緒のお願いっす。収納箱にキャベツを30個入れて俺たちに食わせてくださいっす。わぁ。ね、今24個だから。ミミーン、フルコ、健康な土で畑が広がって僕すごく嬉しいよ。こんな日が来るなんて僕夢にも思わなかった。死んじゃった仲間にも見せてあげたかったな。ねえねえ、僕君にご先祖様から受け継いだこの宝物をもらってほしい。なんだ。お、草原団子を2個手に入れた。何それ。その草原団子は置いた地面を緑ある草原に変えられる特別な餌らしいんだ。地面を全部草原にしちゃうらしいから畑の上に置かないように気をつけてね。あー、さあ、その草原団子を2つ地面に置いて僕に緑を作らせて。周りを草原に変えてくれる。拠点の外に置いても効果がないので注意。ああ、どこに置くんだろう。こことかでもいい。あ、不毛な、もしかして。ちょっと待って、やってみよう。おお、そういうことか。不毛な地を戻せんだね。あ、でもこれ耕せば戻せるからね。またフェンスで囲うのもいいよね。ちょっと作っとこうか。お、だんだん面白くなってきたぞ。で、ミミズは？なんか言ってる？ここに置いてみようか。勝手に家作っちゃったからね。えい。なんか来たな。え、どこ？あ、いた。ドラキー軍団またもやったな。すげえとこにいんな。やったやった、フルコ。僕、緑の草原を作れたんだ。これで僕も草原ビルダーだよね。ははは、偉いぞ、ミミズ。お前がいれば、俺たちの空っぽ島にも、ルルが欲しかった緑が作れそうだな。ミミズンさん。この足元の地面はもしかして草原じゃないですか？これミミズンさんが耕してくれたんですね。ミミミ、そうだよ。今は腐った土ばかりだけど、昔は草原にたくさんの花も咲いてたんだ。わあ、結構な土だけじゃなく草原まで作れてしまうなんて、やっぱり大海民族ってすごい一族です。これもきっとこの島の緑の復活に大きく関係するに違いありません。よし、草原が増えてきたら僕やる気が出て、もっともっと新しい畑が作りたくなってきちゃったよ。フルコ、もし種を植えられる場所が減ってきたら畑を作るよ。いつでもかかしを立ててね。
僕は教団から逃れるために島のあちこちをうねうねとしてたんだ。その時に得た新しい知識もあるんだ。草原団子はもうないけど、君ならいつかきっと作れるようになるよ。一緒に草原をたくさん作ろうね。作ろうねって、まあそうだね。まあいずれ作れるんだって。まあ今はいいや。とりあえずここに草原作っちゃったからね。フェンスもそうだし、部屋が微妙なんだよな、これ。これ置けばいいんだよね。積み藁置けばいいってもんね。うわぁ、でっかいな、結構積み藁って。まぁ、あ、ちょっと歪だけど、まぁ、あ、できたっちゃできたね。おぉ。まあ、もうちょっとでね、小麦も収穫できるんで、とりあえずね、結構時間来てしまったので、キャベツだね。キャベツを、28個か。あと2個だ。よし、じゃあもうちょっとでね、多分できると思いますので、まあ、今回ね、ここで終わらせていただきましょう。またね、フェンスとかもちょっとやっときたいので、あとはね、収穫するときにね、また作る感じでやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。